ですね、皆さんに靴の正しい履き方を説明させていただきたいと思います。まず靴を履いて、かかとと、足のかかとと靴のかかとをぴったりくっつけるためにトントントンと、密着させてください。その状態でしっかり紐を締めていただくと。そうすることによって、つま先の側に1センチぐらいの余裕があるのが、正しい靴のサイズの目安になります。定期的に足を測って自分の足にぴったり合った靴のサイズを選ぶことが大切です。子供たちにはぴったりの靴を、履かせてます。今はあんまりでかすぎずに小さすぎずに結構気を使って、してます。実は、足を動かすことによって、しっかりと、踏ん張ることができるようになるんです。そうなると運動動作ですね、習得することがあります。足にぴったり合ったサイズを選んでいただいて、しっかり指が使えるような、しっかりスポーツ、運動動作を覚えれるような靴の履き方をしていただければ、リーチ選手のような一流のプレーができるようになるんじゃないかなというふうに思います。